ドアを閉めます、ご注意ください。でもそこにシュッてやっちゃうかもしれない。もう見れなくなった。帰る昨日なんか知らないもんな。見たんだけど。なんか絵描くやつかなんかで。なんか帰るの、帰るに負けたみたいな。そこから。うん。よくわからんかったけど。帰るって名前書いてあったから。そのくらい。ちょっとやめ始めとるから家で。あ、もう、そんな頭じゃ無理みたいな。私が恐怖が強くなるんですよ。いやー。頭よりも強くなって。もう、目黒くんなって動かない。目黒くん昨日頭に行ってもらったから。皆様、おはようございます。鳥の電車は名古屋金山方面普通豊脇行きです。名古屋まで各駅に停まり、名古屋から急行に変わります。ナノゾブイン運転士吉田、車掌矢沢です。途中神宮前までご案内いたします。次は大三寺です。帰った時にも多分並んだ、やめたらもう自分の会なんで、まもなく第3次です。左側開くドアにご注意ください。一応帰還してるよ。まあこっちに流される私。帰ってすぐ。
けど、まあ別に次は西春、西春です。ちゃんと起こすんだって感じだけど。西春です。県営名古屋空港方面へのバスをご利用のお客様は乗り換えです。右側開くドアにご注意ください。この駅では電車の通過待ちをいたします。発車までもうしばらくお待ちください。名古屋方面普通豊明行きです。名古屋まで各駅に停まり、名古屋から急行に変わります。お待たせいたしました。普通豊明行き発車をいたします。ドアを閉めます。ご注意ください。神尾台、神尾台です。本日も名鉄をご利用くださいましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用はマナーモードに設定いただき、通話はご遠慮ください。また混雑した車内では背負ったデイパック、リュックサックなどが周りのお客様に当たり大変ご迷惑となります。デイパック、リュックサックなどは手にお持ちいただくか棚にお乗せください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
まもなく神代台です。地下鉄鶴舞線ご利用のお客様は乗り換えです。堀田ホーム3番線側でお待ちください。右側開くドアにご注意ください。車内中ほどまでお進みください。ドアを閉めます。ご注意ください。閉めます。ご注意ください。下大です。開くドアにご注意ください。
まーす。ドア付近のお客様はご注意ください。東部屋島です。この先カーブがあります。電車の揺れにご注意ください。東部屋島です。左側開くドアにご注意ください。閉めます。ご注意ください。左高です。この先神宮宮、一宮、津島方面、名古屋本線、津島線ご利用のお客様は乗り換えです。右側開くドアにご注意ください。
です。普通で参りましたが、次の名古屋から急行に変わります。お出口は右側です。お降りの際、お足元にご注意ください。名古屋では右側、校舎側のドアに続き、左側、乗車側のドアも開けます。両側、開くドアにご注意ください。降りの電車、普通で参りましたが、この駅から急行に変わります。名古屋を出ますと、次は金山に停まります。車内にお手荷物、お忘れ物をなさいませんようご支度ください。歩きながらのスマートフォンや携帯電話の操作は大変危険です。おやめくださいますようお願いいたします。降りの電車は急行豊脇行きです。途中鳴海から普通に変わります。次は金山です。
まもなく金山です。地下鉄線 JR 線ご利用のお客様はお乗り換えです。堀口は右側です。開くドアにご注意ください。金山を出ますと次は神宮前に停まります。ありがとうございます。堀江の電車は急行豊岡行きです。途中鳴海から普通に変わります。次は神宮前です。空港線ご利用のお客様はお乗り換えです。降りたホーム3番線側でお待ちください。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。神宮前を出ますと次は名古屋本線堀田に停まります。お手荷物お忘れ物なさいませんようご支度ください。おはようございます。神宮前です。お忘れ物をなさいませんようにご案内いたします。
これから出口は左側です。開くようにご注意ください。これからの次は鳴海に通ります。ですので、お読みいただきますようお願いいたします。
ました。ありがとうございました。まもなくなるみです。これからは普通電車に変わります。土曜日雪普通です。なるみの次は左京山に停まります。
ス有松です。
終点です。